泥棒と若戸の山本周五郎。朗読カフェ北川拓郎の朗読です。泥棒と若戸の。山本周五郎。一。その物音は。はじめ広露のあたりから聞こえた。縁側の板がぎしっと。 かなり高くなったのである重信は本能的に枕元の刀へ手を伸ばしたしかし指が鞘に触れると「今更んだ?」という気持ちになって手を引っ込めた「もうたくさんだどうにでも好きなようにするがいい飽き飽きした」こう思いながら 仰向きに寝たまま右側の壁に切ってある高円の戸の隙間から月の光が青白い細布を引いたようにみすじ流れ込んでいるついさっきまでヤグの裾の方にあったのが今はずっと短くなって破れ畳の中ほどまでを染めているにすぎない。 するともう三時頃なのだなと思った物音は広露から殿いの前へ入ったひどく用心深い足つきである床板の落ちているところが多いからそこでも時折ギシッギシッときしむがその度に物音はぴたりと止まってしばらくは息を潜めている様子だった。 そのうちにあまり用心しすぎたせいだろう。畳の破れ目にでもつまずいたらしく、どさどさとよろけざま、何かを踏み抜く激しい音が聞こえた。霧路へ踏み込んだな。重信はこう思ってついにやにやした。うろたえた相手の顔が見えるようである。 ヘマな人間をよこしたものだ」と苦笑いを漏らした時そっちでブツブツつぶやくのが聞こえた「大いてすりぶいちまったちきしょう」なんて家だどこもかしこもギシギシになりやがってこんな落とし穴みてえなものまでありやがって <laughs> おまけにすっからかんで。 どこに何あるか分からないしねえチキショまるで化け物屋敷だすりむいたところを縛るのだろう手ぬぐいか何か咲く音がした今度は人がいないものと信じたか一人でしきりに愚痴や不平をこぼしながらしばらくそこらをごそごそやっていたそれからやがてふすまを開け この真珠へと入ってきたずんぐりと小柄の男だった短い斑点のようなものを着て桃引きをはき素足で放かぶりをしていたもちろん武士ではないし死角などというものとも類の違う人間だとするとこれはことによると 盗人というやつかもしれぬそう思うとおかしくなって重信はついクスクス笑い出した相手はギョッとしたらしいこっちへ振り返り目をすぼめてそこに敷いてあるヤグを眺めその中に人間の寝ているのを見たそれから突然ひょうというような規制を上げて飛びのいた「だだ誰だだだ <laughs> なんだ男はこう叫びながら及び腰になってこちらをのぞいた重信は黙っていた仰向けに寝たまま身動きもしない男は迷って逃げようかどうしようかと考えその挙句やっと決心したのだろうやおら片手の出刃包丁を持ち直しそれを前方へ突き出してどなった いやい起きろ金を出せ起きてこいやろう金を出せってんだおとなしくありがねを出しゃあよし死のごのぬかすとただお金どてっぱらへこいつをおんめえ申すぞ重信はやはり黙っていた男はじっと様子をうかがい一足そろっと前へ出たふてえやろだたぬきねえりなんぞしゃあってそれとも何か 計略でも歓迎えてやがるのかへっこっちはな表に三十人から待ってるんだぞピーッと一つ予備校を吹きゃよへ命知らずの野郎どもがダンビラ者を光らして飛び込んでくるんだ自タバタせるといいのちゃねえぞ面白いな一つそれを吹いてみろ何をなんだと野郎 その呼び子を吹いてみろというんだ含み笑いをしながら重信がそう言うと男はうっと詰まりそれから出刃包丁をゆらゆらさせ精一杯すご凄んでわめきたてた「けるなあしらくせえや何を抜かす笑わせんなやろチ署名。ョーめやえ、何でもいいから金を出せ気の毒だが金はない」。 てめえ、俺は素人だと思ってんのかこれだけの大屋敷で金がねえへはないってあるバカ <laughs> にするなってんだ。いやいきろ。こっちはちゃんと目処をつけてきたんだしのごのぬかすとやさがしをするぞそれはいい思いつきだ遠慮はいらないからすぐやってみろしげのぶはさらにこうつけ加えた 探してみてもしあったら俺にも少し分けてくれふざけたこと嫌いやがるしゃらくせえバカにしゃんなやろ見ていろそこを動くといいのちゃねえぞこう脅迫してこちらがじっとしているのを認めそろそろさ探しに取りかかったしかしそれはそう安楽には行かなかったふすまはすぐ倒れるし 戸棚の戸は開けるなり落っこちた。ガラガラと何かが倒れ「いてーという声がしたと思うとまたどこかを踏み抜いたと見え板のへし折れる激しい音が聞こえた「えい、ー、まいましいかんちゃなんて家えだなんてひでい家だ」こう言った途端、男はバリバリドスンと。 どこかへ落ち込んだ2「助けてくれ」と言ったようでもあるだがそうではないかもしれない「いやい」とか「しゃらくせまねをするな」というような罵り声は確かに床下の方から聞こえてきたそれからしばらくごそごそやっていたが 間もなく這い上がったのだろう。そこでまたブツブツ不平をこぼした。とんでもねえ家へ行っちゃった。ガタガタですっからかんで満足な建具一つあらしねえ。バカ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 チキショなんか口の中へ飛び込みやがった。だがまだ諦めきれないと見え、何度の方へ行って何かかき回していた。そのうちに、 天井から大きな石でも落ちたようにガラガラ地震メリメリとすさまじい物音がした男は悲鳴を上げ飛びのく途端に柱へ頭でもぶつけたものかゴツンという音がして今度はもっと大きな悲鳴が聞こえた「おいたくさんだもうよせ」重信は吹き出しながらこう呼んだ 本当に何もありゃしない。探しても無駄だからやめるがいい。ああびっくりした。とんだ目にあった。ひでえ家だ。なっちゃねえや。こんなことを言いながら男はこっちへ戻ってきた。いやい、本当に何にもねえのかお前の言う通りすっからかんだ。俺も初めにそう言ったではないか。笑いごっちゃねえや。おおいてえ。 男は方々ううをなで回しながらヤグのそばへ来て座った右足のもも引きをまくり上げてそこを布切れで縛ってあるさっきすりむいたところなんだろう男はあたりをながめありため息をついたするとその時彼の腹の中でクークーぐるぐると妙な音がした 腹が減ってんだが何か食うものはねえかないようだな。晩飯の残りでいいんだ何か食わしてくれ。それがないんだ。舌打ちをして男は立ち上がった。それからクリアの方へ行ったが何かガタガタやりながらひどく腹を立てたように「だだっ広くて何がどこにあるかわからねえ」とか。 ここにかまどがあるとすればとか、チェ、こいつも空っぽだとか、いろいろ一人ごとを言ったのち、がっかりしてまたヤグのそばへ戻ってきた。米びつも空っぽみてえだが、米もねえのか。俺は嘘は言わない。じゃあ、おめえどうしてんだ。ご覧の通りさ。だって飯は食ってるんだろう。 今日で三日、何もお口へは入れない。しょうがねえな。男は吐息をついてこちらを眺めた。するとまた腹が空ク空ークーとなったので、生つばを飲みながら立ち何か考えていたが、もう一度しょうがねえなあとつぶやき、広園からどこか外へと出てい。 しは間もなく眠ったらしい。誰か揺り起こすものがあるので目を覚ますと障子がほの明るくなりすぐそばにさっきの男が立っていた「起きて変わらねえか飯ができたぜ」飯「飯どうしたんだどうしたってい,いや早く起きねえ」男はクリアの方へ去った。 年は死後だろうか。色の黒い愚直そうな顔で力仕事をした者に特有のこごんだたくましい肩と外へ曲がった太い足とが目立ったそれも面白い苦笑いをして重信は起き少しばかりふらふらするがすすぎ口の廊下から井戸の方へと出ていった。 表の方は正面から段下がりに畑や田のある村里へと開けているが裏は2,000坪に余る庭がそのまま片方は黒谷の深い渓流へ下がり奥へ行けば自然と鬼塚山へ続いているそちらにも昔は柵を回してあったのだがずっと前に朽ち倒れて今では山との境界が何もない。 それで鹿とかイノシシとか時にはクマなどまでのこのく入ってくるしキツネやタヌキなどは常住の巣を持っているようだ20年以上も人が住まずもちろん手入れなども長くしないので木という木は勝手な方へ伸びたいだけ伸びお互いの枝と枝葉と葉を差し交わし重ね合うところへヤブカラや藤やクズなどが むやみに絡みついているからどれが松どれが梅とも差別がつかなかったもちろん見る限り夏草の茂みで地面の見えるところはごくわずかしかないそのひとところちょうどクリア口の外にあたるところに井戸がありその四五軒先には山水を集めた細い流れが夏でも指の凍えるほど冷たい水をたたえて 屋敷の家を横切っていた顔を洗って戻るとヤグが上げてあり広縁の方へ寄って男が前後しらえをしている大きな鍋からは香ばしい味噌汁の匂いが広がり蓋を取った釜から飯の湯気が立っていたこう洗ったかじゃあここへ座んねえ 男はこう言って禅のそっちを指さした、3. 座って箸を取ったものの重信はそこでちょっと躊躇したつまらないような話だが貸しても当せんの水を飲まずということが頭に浮かんだのであるどうしたんだい 食わねえのか。いや食わなくはないがじゃあさっさとやんねえちっとも遠慮することはねえんだひもじいときお互いさまよ人間3日も食わずにいてたまるんかいこう言ったがやはり重信は食べようとしないどうしたんだと男はいぶかしげにこっちを見守ったそれから 不意に肩を怒らせ、「そうかおめえこの米や味噌を俺が盗んできたと思ってるんだな冗談じゃねえやそんなべらぼうなおめえとんでもねえこった本気に怒った顔で口を尖らしたおら水にを出してこの米も味噌もちゃんと買ってきたんだぜ嘘だと思うなら聞いてみねえこの下のザクロの花の咲いている百姓やだ 石薄みてえに肥えたかみさんからちゃんと買ってきたんだからいや勘弁してくれ俺が悪かったそれでは地層になるほっとして重信は茶碗を持った終わると男は膳を下げ栗屋口から出て行った向こうの流れで汚れ物を洗うらしい 重信は風通しのよい古書院へ行って横になりぼんやり庭の木立を眺めやったまもなく男がやってきた手を拭きながら辺りを見回し「さて」と言ったが何か迷うようにこちらを見て武将ひげの伸びたあごをなでたり盆のくぼをかいたりした「じゃあこれでおら行くが」。 おめえまだずっとここにいるのか。まあそうだ。それでその「飯なんぞどうするんだ何か当てはあるのか何にもない。ないって言ったってそんなおめえそれじゃ担えて死んじまうぜ。まあそうだろ。う。男はまたおとがいをなで盆のくぼを描いた。こちらを見たり肩をゆすったりして。 何か曖昧なことを言って不決断に一度出て行こうとしたがすぐ引き返してきて「しょうがねえ冗談じゃねえ」こう言って赤子の頭ほどの風呂敷包みを腰から取り重信の前へどさりと置いた「まさかおめえが上着にをするってのに俺が見捨ててゆがれるもんじゃねえ」 飛んだところへっっちまった。こんなべらぼうな話があるもんか。なあまあしょうがねえ。なんとかするからこれでも食べて待っていねえ。お前、それでどうするんだどうするったってどうしようもねえじゃねえか。なんとかするよりしょうがねえ。まあいいからここに待っていねえ。 男は怒ったような顔でどこかへ出ていった土地の人間ではないな重信はこう思ったこの付近は言うまでもない城下町のものでさえこの鬼塚山の御殿が廃屋であり近づくことを禁じられそれを犯すと罰せられることを知っている時折百姓とか狩人とか木こりなどにあつして 周りをうろうろするものがあるがそれは滝沢一派の監視者たちでその中には重信の命を縮める役を受け持った人間もいるのである3年前にここへ幽閉されるまで重信は江戸の京橋小曳町にある中屋敷にいた彼は大井の神重豊の次男に生まれ 茂豊の側室である聖母と共にずっと中屋敷で育った大井神は一度大阪城代で5年近く江戸を留守にしたがその他の時は自社奉行とか若年寄りとか勘定奉行とか老中などという具合に住職の席から離れることが少なく参勤の糸まで領地へ帰るのもごくまれであった。 そういうう、い多忙なためでもあろう重信は二十歳になるまで数えるほどしか父に会っていないまた丸の内にある神屋敷には長男の重武のほかに女姉妹が三人いて兄とは定日には挨拶に行くので話もしたが姉や妹たちは名前を聞くだけで顔を見たこともなかった。 重信は十五の年に竹から養子にぞまれたほとんどまとまりかかったらしいが父の重豊がどうしても承知せずその後も二三そういう話があったのにみんな断ったそうであるこれが思わぬ紛争の原因になったわけだが重信としては自分を離さないのは父が自分を愛しているからだと思い 非常に感動したことを覚えている。だが、父の大いの神は、彼が二十一歳の時卒中で倒れ、兄の茂武と彼をめぐって家督問題の激しい争いが始まった。四、前にも記したように。 の神は常々公務に追われるため藩の政治は老心に任せきりのような形だったその主犯は江戸の筆頭家老で滝沢図書之助といい風貌も裁判もずば抜けた一頃ころ名士姿勢という評の高い人物であった図書之助は15年近くその席にいたそれだけの能力と人望があったのだろう しかし、か一方では彼に反感を持ちその政策に不満を抱く者も,も少なくなかったうがち好きな人たちに言わせると大井ののの神そそ人がすででに図書の助を嫌っていたそうである。反滝沢派の中心は梶田十右衛門であるが彼が大井神のそば用人だったところから考えると案外それが事実であったかもしれない。 滝沢派は、部茂武,武は長男であるし8歳の時将軍にめみえも住んでいるただ13歳の時脳をひどく病んでから体だけは丈夫であるが頭が悪く時々おかしな挙動をしたり言語がはっきりしないようなところがある。 それが問題であった梶田派は重信を擁立しようとした重武が脳を病んだ直後から大井の神は重信に家督を直すつもりであった幾度も養子の話があったのを大井の神が断り通したのはそのためである彼らはこう主張しその反面 重武が白痴であるということを、幕府の閣僚の間に宣伝したらしい。大いの神は率中で倒れて寝たきりだった。全身の麻痺で口を聞くこともできなかったようだ。重信は詳しい。行くたては知らない。知りたいとも思わなかったが、3年前の2月の初めのある。夜、 いつもそばに仕えている鮫島兵馬というものが来て梶田十右衛門が突然謹慎になったことその一派の重だったものは皆職を免ぜられ三人ほど追放になったものがあることそして若殿の身にも類が及ぶかもしれないので十分に注意してもらいたいことなどを顔色を変えて慌ただしく申し述べた。 注意するももしないもないかった。その翌朝重信は見知らぬ侍たちに取り囲まれ本所の下屋敷へと移されたそしてひとすると上屋敷から使者が来て大井の神の名で次のようなことを申し渡された「お前は一部の関心とはかって兄重武を差し越し自分が家督に治ろうと企てた」。 この事実は、我が家宝の住家であって、到底許すわけにはいかない。そのため、国元へ長野地供を申し付けるものである。重信は一度父に会いたいと言ったが、彼らは耳にも入れなかったし、中屋敷にいる聖母と別れを告げる暇もなく、すぐさま領地へ送られてしまった。 この鬼塚山の御殿というのは前の漁師の山荘だったそうで松平家が違法してきてから重信の祖父にあたる大井の神重光という人がしばらく隠居所に使ったことがあるそれもごく短い期間のことであまりに荒れているし城と五里も離れていて不便なため間もなくやめたらしい。 それから後は万人も置かず交配するままにしてあったというが国元へ着くとすぐ重信はここへ入れられたのであった初めのうちは侍5人と下僕が数人ついていたそのうちに侍が1人ずつ減ってゆき下僕も去り今年の春から重信1人だけ取り残された。 しかし米だけはどうにか届いていたのだがそれもだんだん魔導になりついには米も来なくなった城からは時々様子を見に来るしこの屋敷周りには妙な人間が常にうろうろしている三度ばかり重信を刺しに忍び込んだものもあったごく最近も表の門番所の陰から 披露宴にいる彼に矢を追いかけたことがある。城から様子を見に来る役人に従者の欲しいこと、食料の届かないこと、また資格のことなど、たびたび訴えてみた。すると役人は、自分たちはすべて江戸からの申し付け通りにしているが、あなたの行いがあまりに粗暴で従者が皆逃げ出してしまうのである。 食料ははきちんとと届いていてるるずであると答え、また資格の件については次のように言った「そんなことはあろうとも思えないがもし事実とすればかじた一派の回し物であろうあなたのお命を縮めて平氏問題の密謀を闇に葬るつもりではないか」。重信はやんぬるかなと思った。 菓子か暗殺か、暗殺もう運命は決まった「じたばたするだけ無駄である」こう覚悟を決め全てを投げ出した気持ちで米が一粒もなくなるとと,ともにそこで飢え死ぬつもりで寝ていたのであったこういう状態のところへ賊が入った。 おそららく他国から来たもので、何にも事情を知らないのであろうが「襟にえ」ってこんなところへ入るというのは皮肉すぎる「俺を素人だと思うかなど」と威張ったがおそらくその通りに違いない人柄も悪人には見えないし自分の銭で米味噌を買い煮炊きをして食わせさえした。 家来たちが俺の命を縮めようとしているのに盗賊は俺に飯を食わせてくれた妙な世の中だ重信はこうつぶやいて男の置いていった包みを開けてみた中には味噌をまぶした大きな握り飯が3つ入っていた 5薄暗くなってから男が帰ってきた「おう今帰ったぜ」男は披露宴のところからそう叫んだ「遅くなっちまった腹減ったろ今すぐ飯にするからな」裏へ回っていく男の後ろ姿を見送りながら重信はふと胸の温まるような感動を誘われた。 自分では理解しがたい温かく胸の潤うような感動である彼は久しぶりで机に向かいそれへ両肘をついてクリア口の物音を懐かしいような気持ちで聞いていた食前は味噌汁と飯のほかに鉢一杯の梅干しが出ていた「これもみんな買ってきたものか?」。 よせや、嫌なこと言うな。男は目を三角にし、口を尖らした。人間一人抱えたおめえ、泥棒なんぞでやっていけるもんじゃねえや。はあ、そういうものか。一人身なら、そりゃあまあ、泥棒でも食っていけるかもしれねえ。けれども、おめえというものを抱えてみりゃ、真面目に稼がなくちゃ、おっつきやしねえや。はあ、それは気の毒だな。 嫌な挨拶をするなよ気の毒だって別に俺だってそんなに泥棒なんぞしたがらねえやまあ食おう飯が少しかてえかもしれねえ夜になるとヤグを並べて寝た恐ろしく疲れたと見えて男は横になるとすぐ眠り込んだ大きないびきをかいたりドタンバタンと手足を投げ出したり ヤグの外へ転げ出たり武作穂を極まる寝方であった重信はいつものくせでかやり火を焚きながら灯0を引き寄せて夜半過ぎまで本を読んだ明くる朝も男はどこかへ出かけたが出てゆく時重信に昼食のあるところを教え今日は何か魚の干物でも買ってこようと言ったところで 名前が知れねえで不便なんだがオラ伝九郎ってんだデンクって言えばいいんだがおめえの名は何て言うんだい俺か俺の名はノブだ。ただノブだけかいお侍らしくねえじゃねえか。なんの何ノブってわけじゃねえのかいやそれでいいノブでいいんだ。ただのノブ か。「芝居ですりゃ怒りを背負ってくる役だ」などと間違ったしゃれを言いながら出て行った伝九郎は言った通りその日はチメという魚の干物を買ってきたここへ幽閉されてから初めての魚と言ってもよい重信は行くたびもうまいと言いそうになっては口をつぐんだ。 こうして3日4日と経ったっ「伝九郎は大妻川の堤防工事で働いているというそれはいいがいつも厳しい監視者はどうしたのか伝九郎のような人間が出入りしているのにどうして捨てておくのかそこが重信には不審に思われたこの屋敷へ出入りして誰かにとがめられたことはなかったか?」。 一度そう聞いてみたところ「おらそんなへまなことはしねえよ」伝九郎はさもずるそうに笑った「この近所の百姓だって俺たちがここにいることは知っちゃいめえ」「事場のものなんざ言うまでもねえさそこは俺だって考えてらな」「このぐらいうちに出てくれてから帰る」 ゆききとも黒谷の渓流に沿ったそま道をとるのでまだ途中で人に出会ったこともないと言ったこれまでの監視ぶりはそんなことでごまかされるような生ぬるいものではなかったとすればあるいは監視が緩んだのかもしれないそういえば城からの見回りもしばらく来ないようだが 重信はこんなふうに考えていた。繁肌奇妙な一種の共同生活がこうして続いていった男は言葉付きこそ対等であるがその他のことは主人に仕える召使いのようだった労働をして稼ぎ煮炊きをして重信に食べさせ洗濯までするのである家臣に仕えられて育った重信すら 時にはすまないと思いなぜこんなにしてくれるのかといぶかしくなることもあった「おめえって人は実に不思議だ」伝九郎は伝九郎でそんなことを言った「ほら生まれてからこんな気持ちになったな、は初めてだがおめえを見ていると変に楽しいようなうれしいようなこう何と言えばいいかその 世の中も案外いいもんだっていうような気持ちかな不思議にそんな気持ちがするんだこれまではそうではなかったのかそうでねえからこそ泥棒にでもなっちまえって両県にもなったのよ思い出しても腹渡の煮えるようなひでえ目にばかりあってきたからな6伝九郎はごくたまに それも極めて断片的に自分の身の身上話をした。生活の環境が違うし細かい部分は話さないからごく荒ましのことしかわからなかったが全体としてその過去は痛ましいほど運が悪く聞く方でも安全となるようなことが多かった彼は江戸の下町の生まれで家はちょっとした乾物屋だった。 父親はおとなしい好人物であったが酒を飲むと人が変わりあるだけの金を持って飛び出したきり5日も6日も帰らないようなことがしばしばあった結局は店を飲み潰してしまい親子3人で長屋へ引っ込むと間もなく父親は急死した急死といっても酔って川へ落ちて死んだのである ほら、それで七つの年からしじみを売りに出たもんだ母親が後添えを迎え彼は日本橋の方の海産物の問屋へ小僧に行った義理の父という人がまたずぬけた酒飲みで母親は随分苦労したらしいそのためか3年ばかりして亡くなった だから13で俺はみなしごになったわけだ。本当はみなしごなんだが、残ったその義理の親父てえのがいる。こいつが俺の疫病神になりやがった。心臓というその男は、妻に死なれてから3日にあげず店へ来た。伝九郎を呼び出して小遣いせんをねだる。いつもひどく酔っていて、 大きな声を上げたり時には暴れたりした何かの職人だということだがもう前から仕事などはしないらしい博打打ちにでもなっているのか風亭も悪いし嫌な人相だった問屋の主人もそんな人間にしげしげ来られるのは迷惑だったろう心臓が度々こんな給金の安いところへ置くわけにはいかねえなどというのを幸い たらずで手よく店から暇を出された伝九郎は樽拾いをした子守もした石や酒缶車や米やいろいろな家へ小僧に行っただがそれは職を覚えるためではない年期暴行の約束で先にいくらいくらと養父が金を取るそうして少したつとそこを逃げ出すのであるつまり 先取りのの金が目的なのだ中には方向先がよくって逃げたくないこの家で暮らしたいそう思うことがあるすると日本橋の問屋の例で養父が毎日のように酔っ払ってきて前借りを増せとか給金が安いとかわめきたて店先へ寝たり暴れまわったりするそれで大抵向こうから暇が出た。 二十五で妻をもらった時伝九郎は本所で左官の手伝いをしていた妻は居酒屋などにいた女らしく養父が連れてきて居着くようにさせたのであるが以来その長屋の人間はバクチのようになったいつも妙な人間が出入りをし夜通しサイコロや花札の音がしていた妻は伝九郎などそっちのけでその仲間とバクチを打ったり 酒の相手をして騒いだりまるで夫婦というようなものではなかったその女も100日もいたかなまもなくその仲間の一人とどっかへ行っちまった実はそれがその女の本当の亭主だったらしい養父は彼を絞れるだけ絞り通したそして胃を病んで死んだのであるが寝込んでから息を引き取るまで 半年以上もの間彼を不幸者と言って罵り続けた伝九郎は30になっていた初めて自分一人の好きなようにして生きられる時が来たそう思ったのであるがこれといって手に職があるわけではないし年がもう年でその時々の仕事を転々と稼ぐより他に仕方がなかった。 31で2度目の妻をもらった。もう23になる気の強い女で一度嫁に行ったことがあるらしいこまめに働くのはいいが口やかましい上に愚痴っぽくて恐ろしい臨職でしかも平気でうそをついたその時分オラらしゃりきをしていたが親方に見込まれて古い芝の近くへ帳番を持たせてもらった。 家庭ところろを見込まれたんだろう。車を十二台と引き子を三人預かった貸車もするわけなんだがその引き子の中に吉五郎という男がいてこいつは俺より古株なんだが悪い野郎で三月と立たないうちに帳場の金をさらってずらかりやがったそればかりならいいが十二台の車も人に売る約束で 「その金も持ってきやがったにゃびっくりした」。もちろん彼はその親方とは縁が切れた。一方では妻の臨職と嘘つきと口やかましいのに愛想を尽かしていた。がみがみと言いたい放題のことを言ってそれこそ3杯の飯を2杯に詰めてそうして自分はへそくりをためるというふうだった。 もう顔を見るのも声を聞くのもいやらしくなったので古い芝の帳場が潰れるとすぐ彼は江戸を逃げ出したこの土地へ来るまでにはずい随分ほぼを渡り歩いたがどこにも落ち着く場所はなかった世間はせちがれし 逃げはずるくて不人情でおら小股を救われたり落とし穴へ突き落とされたりひでえ目に相うしだったさすがの俺も剛が逃げて焼けっぱちになってそうしてえーくそそっちがそのならこっちもと思ってだが知恵のねえやつはしょうがねえ泥棒に入ったのがこの化け物屋敷だよまった たくのところうまくできてやる。話はごく飛び飛びで前後が取り違ったり、同じことを何度も繰り返したりした。その上、重信には理解のつかないところがたくさんある。樽拾いとかしじみ。売りとか、その他費用取りの暮らしなどはほとんどわからなかった。しかし、重信にはその話は楽しかった。 楽ししいい。と言っては違うかもしれない事実は痛ましく哀れなのだ聞いて思わずため息の出るようなことがしばしばであったけれどもそこには重信などの知らない生き生きした生活があり人間のあからさまな姿が感じられた夜半に目が覚めて隣に熟睡している伝九郎の寝息を聞きながら 重信はしみじみとした思いで酔って川へはまって死んだという彼のジッのことを想像した七つという年でしじみを売り歩いたという下の降りた寒い早朝の町のひっそりとした景色を目に描いてみた「この俺がもしそのような身の上だったら」。 重信は彼とと自分とを置き換えてみた。すると置き換えた方が人間らしく生きがいのあるように感じられた古い芝の帳場から金をさらって逃げたという男臨食で嘘つきで口やかましい女房彼を苦しめ絞れるだけ絞りながら死ぬまで彼を親不幸者と罵ったという養父。 妻とは名ばかりで、博打を打ち、酒を飲んで騒ぎ、実は他に本当の亭主があったという初めの女。みんなそれぞれ狡猾でいやらしい、だが、そうやって伝九郎を痛めつけ、彼を騙し、彼を憎み、彼からくすねたり、奪ったりしながら、彼ら自身もそれほど恵まれはしなかったであろう。今でも、 どこか世間の隅の方でそれぞれの苦しい生活に追われ時に築年とため息でもついているのではないだろうかみんな気の毒な哀れな本当は良き人たちなんだ少なくとも俺の周囲にいる人間よりは人間らしい20日余り一緒に暮らすうち重信はすっかり デンクロが好きになった。彼の体には生きた世の中の匂いがついているいいところも醜いところも癒やしさも清らかさもひっくるめた正直なあるがままの人間の呼吸が感じられた「おおのぶさんおめえどじょう汁を食うか?」。よく知らないが食うだろ。う。食う だろうってどじょう汁も知らねえのかへへへおめえ知らねえものばかりじゃねえかあ、うんまあそんなところだよっぽどうちが貧乏かそれともお大名の若さまみてえだぜこんなふうでまだ口にしたこともないものをいろいろ食べた武家の生活とは違って無作法な下品なような感じであるが 全てに情があり真実がこもっていた炊きたての飯に熱い汁をかけて食ううまさ肌脱ぎの茶漬け青じその香りを利かした冷ややっこさらに窯底のきつね色に焦げたところへ塩をふった握り飯など品も作法もなくうまかったこれが本当の食べ物だという気がした。 面白いことがあるぜ、のぶさん。あるよ、遊げを取りながら伝九郎がこう言った「世の中広大だ俺がドジだと思ったら俺に輪をかけたや郎がいやがるそれはいることはいるだろういるったってそれがおめえ泥棒だぜ」「バカなことをまさか」 そそれがそうらしいんだ。百姓みてえな格好なんだが表の塀のまわりや裏庭の奥の方を時々うろついている。おら気がつかねえふりで見ているがさっき飯を炊いているときもちらっとしやがった。<laughs> 馬屋のぶっ壊れたのがあるあの影のところだ。重信は顔をうつむけた。表情の変わるのを見られたくなかったのである。 電空王はまるで気がつかずニヤニヤしながらおもしろそうに言った。今夜あたりへってくるかもしれねえへへ。<laughs> そしたら今度俺が見物する番だ。へ <laughs> へつんのめったり踏み抜いたりドタンバタン一人で暴れて誇りまみれの汗だくになってそれですっからかんの何にもなしてくれ。<laughs> やろうびっくらしてバカにでもなっちまうな。だが その世は何事もなかった「8. どうしよ」ってんだなら何をいつまでまごまごしてるんだまだへる決心がつかねえのかな伝九郎はもどかしそうに舌打ちをした「思い切ってへりゃいいじゃねえかこっちは手出しはしねえんだ。 見ていて笑ってやろうっていうだけなんだ。はっぽをあけっぱなしで待ってるんだ。よっぽどの臆病者にちげえねえ。かれがいくら不平を言ってもやっぱり泥棒の入る様子はなかった。するとある日伝九郎がその話をしてから7日ほどたっていたが曇り日のムシムシする午後。 重信が御所院で横になって本を見ていると前庭の方で「若殿若殿!若殿」という声がした重信は頭だけそっちへ向けて「誰だ?」と物上に答えた「兵馬でございます鮫島兵馬でございます」重信はだるそうに本を投げた サメ島ヒョウマああ、江戸の中屋敷にいた男かそう思ったが起きてゆく気持ちにはなれなかったなんだ俺に何か用か急ぎますので要点だけ申し上げます大殿にはご多界にございますご承知でいらっしゃいますか知らない 初めて聞いた。五月十日に請求したというのを聞きながら、重信は目をつむって、口の中でそっと父上とつぶやいた。兵馬はさらに、梶田十江門が過労に就任し、滝沢図書の助が退名になったこと。つまり、情勢が大きく変化し始めたことを述べた。 しかし、重信には、もうそんなことは興味がない。誰が勝ち、誰が負けようと、権力の席がどう変わろうと、彼には何のかかわりもないことだ。そうか。父上はお亡くなりなすったのか。五輪中は平安だったろうか。中屋敷の母上はお名残を申しにあがれたろうか。 はなお続けていた。「この山荘は早くから自分たち同士のもので守ってきたすでに滝沢家の監視は緩んでいるが情勢がはっきり決定するまでは油断ができない非常手段を打たれる心配もあるから今しばらくこのまま影から守護をしている若殿にもそのつもりで辛抱していただきたい」などとも言った。 その中で一つ意外なことがあったそれは三度現れた死角も不意に矢を追いかけた者も皆かじた一派の人間だったということでこれには重信もびっくりしたまことにやむをえぬ苦肉の策でございました兵馬は歯を食いしばった声でそう言った滝沢島ではかねてから 若殿の命を落ちじめ申す手立てに相見えましたそれで逆手を打ったのですが彼らは幸いこれを見破ることができず手を濡らさずして目的を達すると思ったようでございましたかような事情で万やむを得ない給与の策ですから無礼の談はどうぞ幾重にもお許しを願います そうして兵馬が去ろうとした時「みんなにそう言えもう俺に構うないいか俺のことは放っておけと」「視覚が自分の味方だったということは何より重信を不愉快にしたそれは愚廊ではないか」その時重信は真剣であった。 本当に暗殺されるかもしれないと思った枕のそばへ刀を置く習慣も夜よく熟睡のできない癖もみんなそれ以来身についたものである資格などが来るとすればかじた一派の回し物であろう城から見回りに来た役人がそう言って霊笑したことを思い出す彼らは裏を書か,かれていたわけであるが 重信の身にすれば裏を書くことの方がずっと恥ずかしかった「嫌だつくづく嫌な世界だ」重信はこうつぶやき何もかもを忘れたいというように頭を激しく左右に振った「伝九二人でどこかへ行くか」。 重信はそのようそう言った。悪かねえな。おめえさえいてくれりゃ、ほら、どこでどんな苦労でもするぜ。なに、俺だって何かするさ。そりゃ、先行きゃそうさ。人間遊んで食ってちゃ、テント様に申し訳やねえ。けれども、せくことはねえぜ。おめえの体が丈夫になり、そういう気持ちが出てからの話さ。 俺は体は丈夫だよ。自分じゃそのつもりだろうがそうじゃねえおめえの体は病んでる病気ってものじゃねえかもしれねえが伝九郎は生真面目な顔でこちらを見たそうよ体か心の中かわからねえがとにかくどこか相当痛んでるほらこれでそういう勘は割り方確かなんだ おお、そんな風に見えるかな。心配することはねえんだぜ、信さん。俺がついてるからな。大船ってわけにはいかねえが、俺にできるだけのことはするつもりだ。まあいいから、当分おめえはのんきにしていねえ。九、重信は本気であった。 殿九郎と一緒にここを出奔しどこでもいいこの身で働いて人間らしいつつましい生活をしよう伝九郎をだまし絞りくすね罵り恥ずかしめたような人間はどこにでもいるに違いないしかしそれもさして悪くはない権力争奪の傀儡にされるよりはるかに人間らしく生きがいもありそうだ 出て行こう。伝九郎と一緒に自分で働いて行きよう。重信がそう決心するのと反対に伝九郎はなかなか動く景色がなかった。堤防工事の人足の親方がだいぶ彼に終身でそのころはもう小頭に引き上げていた。 先へ行っては人現場任せてもいいような口ぶりらしい。自分でも嫌なんだがどうも俺にはそういうところがあるらしい。伝九郎は照れくさいような目つきをした。おらきれいなんだそういうことは嫌なんだけれども古い芝の時もそうなんだが変に信用されるところがあるらしい。 別におべっかを使うようなことはねえつもりなんだがしかし信用されてみれば悪い気持ちではないしこちらもそれだけのことをする義理はある伝九郎はそういうつもりのようだここはこの通りぶっ壊れの化け物屋敷で誰に邪魔をされる心配もねえ感性でのんきで 俺たちがここうしててやるにはもってこいだぜ。とにかくもうちょっと行ってみようや。こんなふうに言っているうちに10日ばかりたってしまったその日はよく晴れて秋を思わせるような爽やかなやや強い西風が朝からしきりに木々の枝をならしていた。 デンクロが出かけて一時余りたったろうか遠くから馬蹄の音が近づいてきて表門のところで止まった五六騎はいるらしい重信はドキッとし刀を引き寄せてそっちを見た氷馬が言ったように滝沢派で非常手段を打ちに来たのかもしれないもうやみやみと打たれはしないぞ。 こう思っていると前財を回って5人の武士が入ってきた中に1人塗り傘をかぶった者がいてその者のだけがそこで傘を脱ぎ刀を獣舎に渡してこちらへ進んできた他の4人はその場に膝をついて控えたが鮫島氷馬の顔もその中に見えたこちらへ来たのは 室旧左衛門というものだった江戸の上屋敷で度々会ったことがある中楼閣で確かずっと馬回り支配をしていたはずだ年は四十三し、柳生流の達者だと聞いたように思うが今見ると大層痩せて左右の瓶が白くなったし日に焼けて尖ったような顔に落ちくぼんだ目だけが 強い光を帯びていた。お見忘れにございましょうか？室生久左衛門にございます。縁先に片膝をついて、彼はこう言った。そして頭を下げたまま、重信に長い新郎をさせたことを詫び城へ迎えるために来たこと。 詳しい事情は城へ行ってから申し上げよう。ご乗場を引いてきてあるからすぐ支度をしてお立ち下さるようにと言った。俺に構うな。兵馬にそう申したはずだ。重信は正座して静かにそう答えた。城へは行かぬ。やだ。私は5日前に。 江戸かららこちらへ到着いたしました。ししま当地におきましてのおいたわしいご日常は江戸でもあらましい承知しておりましたがこちらへ参り3年以来の詳しいことを聞きまして恐れながら五体も砕けまじい親の消える思いにございました俺が飢えていたことも聞いたか 重信はむしろ微笑みながら言った。俺が泥棒に食わせてもらっていることも聞いたか恐れながら全て承知いたしております。そのものとのお暮らしぶりもそのお暮らしぶりが御意に召したというご様子もまたごミ分を捨てて世に隠れるおぼし飯のことも。 全て承知いたしておりますこれは重信には思いがけない言葉だった「兵馬か」とも思ったが兵馬にもそこまでわかるはずはない「出奔して庶民の中へ入ろう」という思案は伝九郎のほかに知るものはないはずであるでは伝九郎か そう考えてきて重信はハッと目を上げた伝九郎の足を止めたのはその方どもか当地の者どもが計らいました知られざるように手を回して賃金も多く使わし役もつけ今後も長く当地にいて身の立つようにとも計らってございます。 それで俺が城へ帰ると思うのだな重信は冷ややかなしかし強い調子でこう言った俺は嫌だもう俺に構うなお前たちの傀儡になるのはもうごめんだ俺は人間らしく生きることを知った俺は人間らしく生きる その仰せは覚悟の上でまいりました久左衛門はこう言って静かにこちらを見上げた「十おぼしめしのとおり姿勢の人となり御意のままにお暮らしなされば御身を一つ何のお心遣いもなく 無事安穏にお過ごし遊ばすことができましょう。しかしそれだけでようございましょうか。ご自分だけ気まま安楽にお過ごし遊ばせば他のことはどうなろうと構わぬそう思いなされますか。久左衛門の目はキラキラと光った。ただいま その方王どもの傀儡と仰せられましたがこの度の御警視問題では三名の者が切腹しております梶田殿をはじめ同志の者ども皆命を投げ出し簡単を砕いて奔走いたしました今日までの若殿の長い御観難はもうすも恐れ多い次第ですが我らもまた 死ぬ覚悟ででやって参ってたのです滝沢殿一党が兵部様ご相続をしりましたのは「恐れながらご風室に渡らせられるを幸い己の権勢を欲しいままにし先生とを行う手段でございました」。次第に声が激しく調子もぐんぐん強くなった。 これまでも滝沢殿一党の先談は目に余るものがあり大殿にもよほどご親痛遊ばされたと伺っております兵部様ご風筆の後より若殿をご精子に直しそれによって住職の交代と政治の行進等をご支援があったと承りましたさればこそ梶田殿をはじめ我ら同士の者は骨を砕き 肉を削る思いででやって参ってたのですお家のため政治を立て直すためひいては7万5千0の領民のためにそうしてようやく今日という時が参りましたこの日のために皆神銘を投げ出して働いたのです若殿こなた様はこれらのものを捨てて 自分お一人だけ安穏に暮らしたいとお示ししますかいつか重信は目を伏せていた久左衛門は声を和らげそっと息をついて続けた人間には身分の遺憾を問わずそれぞれの責任がある庶民には庶民の侍には侍のそして領主には領主の それぞれが各自の責任を果たしてこそ世の中が動いていく領主となって一般の家臣を束ね領民の生活を休んずる良き政治をとるということは市政の人になるよりは困難で苦しいしかし大殿も千王殿もその苦しい困難な責任を果たされた気まま安楽に行きたいと思う前に 自分の責任ということも考えなければならぬであろう我々同志ばかりでなく一般を挙げてあなたを待っているみんな手を差し伸べる思いで待っているのである久左衛門はこう言って涙で潤んだ目でじっとこちらを見守った「おかえりください若殿お願いでございます」。 目を伏せたまま重信はややしばらく黙っていたさっきから見ると頬がこけ眉のあたりに一種の喜偶の現れが見える彼はやがて静かに顔を上げあるかなきかにうなずきながら言った「分かった城へ帰ろう。 それがぜんざいの脇につくばっていた4人の者たちが一斉に芝の上へ手をつき耐えかねたようにすすり泣きの声を上げた「伝九郎は俺にとっては恩人とも言うべきものだ行く末をくれぐれも頼む必ず魚意通りにつかまつります」。 俺は明日一人で帰る彼と一夜よ名残を惜しみたい今日はこれで引き取るように重信は彼らが去ってからも長いことそこに座っていたそれから庭へ出て行き荒れ果てた庭内をあちらこちら歩き回った彼の僧帽は引き締まり あたりを見回す目には強い意志の色が現れた。デンク、俺は帰るよ。口の中でそっとつぶやき、風の渡る晴れ上がった空へと悲しげに目をやった。 デンクロがかえってきたときしげのぶはかまどでしるをこしらえていたあたまからはいまみれでけむりにまかれたのだろうめのまわりを黒くろくよごしていたでんくろうはびっくりしとんできてかれのてからひふきだけをひったくったなにこんなおめえがなにもこんなことすることはねえじゃねえかじょうだんじゃねえおてんきがからあ。 今日は俺がするよわけがあるんだ。わけがあったっておめえにできるこっちゃね俺が変わるから向こうへ行っていやもう済んだんだ重信は鍋のふたをとりざるにあげてあったきざみだいこんをいれた飯もたけたしさかなも焼いてあるこいつはびっくりぎょうてんだじょうんじゃねえ。 せっかく続いていた日和がこれできっとおじゃんになるぜまあ足はあそして飯にしよう十一。食前に向かうと伝九郎はもう一度驚いたおめえこらこらどうしてちゃんとしたもんじゃねえか。 ちゃんとしたものとは何がだ。飯も上出来だし、魚の焼き方もいいし、おまけに競りの下、下驚いた。こいつは大した驚きだ。兜を脱いだぜ。重信は笑って何も言わなかった。お侍は怖えってこと言うが、全くだな。すまして片肘を張っているが、いざとならこんなこともできるんだ。やっ やっぱり修行ってものは違うんだな。そう褒めるな。まぐれあたりだ。ご謙遜には及ばねえ。と、思い出したんだが、おめさっきこれには訳があるとか言ったようだが、あらなんだ。うん。しかし、それは食べてからにしよう。 気を持たせねえでくれ。心配になるぜ食事をしながら話すつもりだったしかし箸を取ってみると口が切れないそれでいっときのばしたわけであるが食事が済み後片付けが終わっていつもの炉端へ座ってからも紫の詰まるような気持ちでどうにも話ができなかった どうしたんだ訳ってのはなんだ何だ何大したことではないさ大したことでねえにしても話を聞かなくちゃ落ち着かねえ言ってくんねえな重信はかやりの煙にむせてせきをしながら脇へ向き笑いながら「実は訳も何もないあの時の出まかせだ」と言った。 冗談じゃねえ。本当,かそら本当に何にも訳はねえのかい一度ぐらいは俺が煮たきをしてデンクに食べてもらいたかった。お前には随分長い間世話になったから。やめたやめた。そんな水くせえことは聞きたくねえや。ほら横にならしてもらうぜ。デンクロウはそこへ寝転び。 手足をうーんと思い切り踏み伸ばしたいつもそうしてその日の仕事場の出来事などを話し終わりの方は舌がもつれてあくびがあくびにつぐようになるとそのままそこで眠ってしまう夜中になって気温の下がる自分重信が起きて寝床へ入れてやるのだがその夜はいつもより早く10時ごろには揺り起こしたさあ寝るんだ 風をひくぞ。伝九郎はほとんど夢中のようではってヤグまで行くとそれなり手足を投げ出して眠りこけた重信はその寝姿をややしばらく見守っていたが裏庭の木を渡る風の音を聞いて我に返ったように立ち上がった「だ今だ今行かぬと気がくじける。 時ががつほど未練が強くなる。朝までというつもりだったが早い方が間違いなしと思いきって何もかもそのまま立っていって素早く身支度をした袴を履き刀を持てばよい披露宴のきしみをよけて靴脱ぎの草履を探り当てたそうして前庭へ出てゆくとたん 後ろから伝九郎の声がした「おめえ行っのかノブさん」重信は身のすくむ思いで立ち止まった「俺を置いて一番ちまうのか?デンクロ」「伝九郎堪忍してくれ重信は神を垂れ声を殺していったお前は この土地で立派に生きてゆける。俺も生きたい。俺も武士として生きたくなった。お前がお前らしく生きるように、俺も俺らしく生きたくなったんだ。世話になりっぱなしですまない。まことにすまないが、俺を行かせてくれ。 晩の飯はこのためだったんだな伝九郎は披露宴の柱を抱いたまま言った「おらノブさんと一緒にいたかった一生二人で暮らせると思ってたんだノブさんと暮らすようになってから初めておら生きる張り合いができ世の中が明るく見えてきた」 ようやっと人間らしい気持ちになれたのに今になっておめえにいかれちまうノブさんてものがいなくなる蓮くクがかわいそうだっと思っちゃくれねえのか重信は夜の空を振りあおいだ頭を激しく左右に振りきっぱりと力を込めていった また会おうデンク。人間にはそれぞれの道がある俺は俺の道を行くんだ達者でいてくれさらばだ重信は思い切って大股にぐんぐん歩き出した「それじゃあ行っちまうんだなあノブさん」。 「おらもうとめねえよどうかりっぱにしゅっせいしてくんないのってるからなやまねえようにしていつかもしできたらあいにきてくんなノブさんおらまってるぜ」。はをくいしばりみみをふさぐおもいでしげのぶはずんずんもんのそとへでた。 するとそこに誰かいてつくばったお供をつかまつります鮫島兵馬である重信はうなずいてそのまま道を下っていったまだ西風が強く夜空は散りばめたような星であった「のぶさん行っちまうのか?」。 しげのぶさん重信の耳には伝九郎の悲しい声がいつまでも聞こえていた。 最後までご視聴いただきましてありがとうございますチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますご意見などもお待ちしております